今回は八重洲市東小川にある井田店本店に行ってきました。井田店は静岡市にも支店があるんですけど、そちらの方は何回か来店しましたけど、八重洲の本店の方は初めてですね。メニューの方は王道の醤油味、塩味から担々麺や煮干しそばなどがあります。さらにつけ麺の方も種類が豊富になってました。そして半チャーハンや唐揚げセットなど、ちょうど良いセットメニューも充実しています。そして今回頼んだのはこちら井田店塩ラーメンですね。程よい塩味と鶏出汁の旨味がたっぷり効いたスープに、麺の方はもちもちの中細ストレート麺になってます。チャーシューの方は鶏と豚の2種類になってましたね。それでいただきます。これやっぱ見た目も綺麗ですよね。まずはスープからですね。美味しいですね。程よい塩味と濃厚な鶏出汁の旨味のバランスが最高です。そして麺の方ですね。麺の方は中細もちもちで、歯触りがとても優しいですね。すごい食べやすいラーメンですね。チャーシューのは鶏と豚の2種類で、こちらの鶏のチャーシューは燻製の香りが強く歯ごたえがありましたね。そして豚のチャーシューの方は箸で持つと崩れるくらい柔らかくなってます。この2種類のチャーシューが楽しめるのも魅力ですね。これも鶏出汁の旨味と塩味で、麺をする手が止まりませんね。やっぱラーメンは美味しいですね。本日もお聴きいただきました。ご視聴ありがとうございます。